渋谷駅前交差点スクランブル交差点は交差点の種類の一つである。横断歩行者と自動車の交通を完全に分離する方式の歩車分離式信号機が使用される交差点である。上から見たスクランブル交差点一般的な交差点においては交差する交通が交互に通行するよう信号機が制御されており、例えば十字交差点で歩行者が 斜め向かい側に渡る場合、2階道路を横断することになる。スクランブル交差点では、信号機表示のうち一時的に交差点へ流入する。車の流れをすべて止めるとともに歩行者信号がすべて青信号となる状態が設けられており、歩行者はこの時に交差点内のあらゆる方向へ自由に横断することができる。人通りの多い繁華街の交差点において、 主に採用されている。世界で最初に設置されたのは、アメリカミズーリ州カンザスシティとカナダバンクーバーで1960年代に始められたシステムである。熊本市の戸外交差点日本におけるスクランブル交差点は日付に諸説あるが、熊本県警察市によると1968年12月1日、熊本県熊本市の戸外交差点が、 初めてとされている。当時の小外交差点は渋滞スポットで有名で、対策に頭を痛めていた熊本県警察が、外国の例を参考に導入したものである。T 字型の交差点に、熊本市電黒上線の電停の終点が絡むという構造で、熊本大学などへの通学客と、小外商店街の買い物客が、信号待ちの合間に、 電停から溢れるという不便を解消する手段であり、十字型の交差路の歩行者の斜め移動の利便性よりも、むしろ大規模な歩車分離式信号機の先駆けと言える。なお、当時熊本県警察で導入に携わった担当者によると、九州管区警察学校で読んだ本に載っていた、ニューヨーク五番街のスクランブル交差点からヒントを得たという。 1971年3月までに、福岡市、金沢市など全国6市の11カ所に広がり、同年4月5日からは、東京都内でも世田谷区、大田区、墨田区、練馬区、調布市において、小学校周辺の交差点計5カ所で、スクールスクランブルと称して導入、同年4月26日からは、都心部でも、 タウンスクランブルとして新宿駅東口の明治通りの4カ所の交差点に導入された。歩行者の多いことで知られる渋谷駅前交差点には1973年に導入された。2017年3月時点で日本全国に876カ所のスクランブル交差点がある。多い都道府県の上位は長野県、大阪府、愛知県、神奈川県。 東京都、千葉県。一方、山形県、富山県、鳥取県、鹿児島県は、各一箇所のみで、栃木県、香川県、高知県には、スクランブル交差点はない。日本のスクランブル交差点では、案内標識に、歩者分離式、スクランブル式、スクランブル信号などと表記され、表示には、交差点の内側方向に伸びる横断歩道が、描かれる場合がある。 岐阜県では、保車分離式といった表示板が設置されている交差点も存在する。メディアを再生する交差点で往来する人々の様子渋谷スクランブル交差点は、日本で最大規模のスクランブル交差点で、1回の青信号で多い時には、約3000人が通行すると言われる。信号の切り替わりとともに、大勢の人々が一斉に歩き出す様子は、 その膨大な歩行者の量から、巨大都市、東京を象徴する光景として紹介されることが多く、法日外国人旅行向けの観光ツアーの日程にも組まれるほどとなっている。歩行者の安全と渋滞緩和という目的を果たすため、信号機の点滅感覚には、人の歩く速さ、車が通り過ぎる時間、車1台が占有する道路の長さなどを考慮した。 綿密な計算によって決定されている。なお近年は、スクランブル交差点内にて、斜め横断の自転車が、歩行者と衝突する事故が相次いでいることから、交差点によっては、スクランブル交差点を歩車分離式に切り替えるケースもある。スクランブル交差点は、通常の交差点よりも、交通容量が小さく、車両の渋滞を招くことも多い。 地方都市では、都市の衰退による歩行者の減少に比して、モータリゼーションの進展により、自動車交通の増加し、スクランブル式であることが、交差点での交通渋滞の原因とされて、通常の信号機に戻されるケースもしばしば見られる。幹線道路をまたいだ、地域交流を密にする目的や、交差点での交通事故防止のために、 スクランブル交差点の設置が要望されているところもあるが、警察などの行政が渋滞や集団行動などの問題を懸念してスクランブル化を拒むケースが多い。人と車の交通量の少ない交差点がスクランブル化され、交通量が多く、真に必要な交差点のスクランブル化が進まないケースも見られる。青信号の時間が短く、スクランブルであれば間に合うが、 スクランブルではないために間に合わず2回待たされる場合も多い。富山市では路面電車の新規路線建設に合わせてスクランブル交差点が消滅したが再びスクランブル交差点が設置されている。通常の交差点と比べて1回あたりの歩行者数が多いため車両事故による被害が大きくなる可能性も高くなる面があると言える。一方で日本国外で 日本のスクランブル交差点が評価されることがあり、2009年4月には、ロンドンの繁華街の中心オックスフォードサーカスにおいて、日本に習って、スクランブル式が導入されることが発表され、2009年11月2日に完成した。2014年、NTT ドコモは、歩きスマホの自己防止及びマナー工場の取り組みとして、渋谷の交差点で全員が、歩き、 スマホをしたらどうなるかという内容のシミュレーションを行っている。ありがとうございます。